こんにちは、カラーズです。今回はこれから YouTube を始めたいんだけど、どのカメラを選んでいいかわからないという方向けに、カメラの選び方のポイントと、それぞれのカメラの良いところ悪いところについてご紹介したいと思います。今回はこちらに4つのカメラをご用意しました。1つずつ紹介したいと思います。まずこちらスマートフォン iPhone ですね。こちらは iPhone 11 Pro になります。はい、続いてアクションカメラです。こちらは GoPro の Hero 9ですね。アクションカメラです。はい、続いてハンディカム。これはよく、お子さんの運動会とか卒業式とか発表会とか撮るときに使ってる方多いと思いますが、ソニーの FDR-AX40 というカメラです。はい、そして最後に一眼レフ。写真やってることで一眼レフ持ってる方多いと思うんですけれども、一眼レフで動画を撮れるのも最近は出てきています。はい、でまずこれから新しいカメラを買って YouTube を始めたいという方なんですけれども、一番気にしていただきたいポイントがあります。それは、撮影している時に自分の映っている映像を見られるかどうかということです。どういうことかというと、例えば iPhone ですとここにインカメラがついているので、こうやって撮った時に撮りながら自分がどういう画角で映っているとか見えると思うんですけれども、それが見えないと頭が この辺切れてしまったりとかする可能性もあるので、撮影しながら自分がどのような画角で映っているのかが分かるカメラを選んだ方が良いと思います。でこちらのアクションカメラも液晶はここについてまして、で実はこの Hero 9からですかね、この前面の液晶でもモニタリングができるようになりました。はい、なのでこちらの GoPro を使っても良いと思います。でこのハンディカムですね、これはこの開くと液晶が出てくるんですけど、これがくるっと回りますので、こう置いて撮影した時に自分の顔を見ながら撮影ができます。はい、でこちらの一眼レフですね、実は私この一眼レフでは動画撮影は基本してません。写真だけです。なのでこの一眼レフはモニターがもう埋め込まれている感じなので、撮影しながら自分の映像は見られないんですが、最近の一眼レフは、こうパカッとこちらを向くように液晶が動くものもありますので、新しく一眼レフ、ミラーレス一眼レフをご購入を検討されている方は、液晶が動くか動かないかは一つのポイントだと思います。ただこのように液晶が埋め込まれている一眼レフでも、外付けモニターを買えば撮っている映像を確認しながら撮影ができます。ただその外付けモニターもだいたい安いもので15,000円くらいから高いのだと4-5万するので、できればわざわざ買わずに本体だけでできる液晶が動く一眼レフを購入した方が良いと思います。それではそれぞれのカメラについて少し詳しくお話していきたいと思います。まずこちらのスマートフォン iPhone 11 Pro です。最近のスマートフォンめちゃくちゃ画質が良くなっているので、正直スマホ1台あれば撮影から編集まで全部できちゃいます。はい、でただこのスマートフォンを使う時のデメリットというかネックになる部分なんですけど、こちら側についているカメラは結構というかかなり画質が良くなってるんですけど、インカメはちょっと画質が落ちてしまうんですね。なので撮影する時インカメでこういう感じで撮ると思うんですけど、ちょっと画質が落ちてしまうっていうのがネックな部分です。ただスマートフォンでできる編集ソフトだったりとかもいろいろあるので、スマートフォン1台あればパソコンがなくても撮影編集 YouTube の公開が全部できてしまいます。なので最初始める時にカメラにあまり予算かけられないっていう方はスマホ1台でも全然問題ないと思います。ただその場合はちょっと室内を明るくするとか照明を焚いたりして室内を明るくしてあげると良いと思います。照明については後日詳しくお話したいと思います。続いて GoPro です。
アクションカメラですね。 GoPro じゃなくてもアクションカメラっていろいろ出てますので、アクションカメラってネットで検索していただければいろいろいろんなメーカーのアクションカメラが出てくると思います。はい、でこのアクションカメラなんですけど、今私こう座ってただ話しているだけなんですけれども、こういう撮影はあまり向いていないかなと思います。はい、アクションカメラっていうくらいなので、あのアクティブな動きの時に力を発揮するカメラです。例えば、自転車にくっつけてとかバイクにくっつけて撮影をする時とかはとてもこのアクションカメラいい働きをしてくれます。あとはスノーボードとかスキーとかそういう激しめの撮影をする時にはとても GoPro 良いと思います。はい、でこのアクションカメラもう一ついいなと思う点があるんですけれども、それは広角レンズということです。広角って何よって話なんですけれども、普通の標準のレンズよりも広い画角で絵が撮れるっていう感じです。例えばなんですけど、こうやって自撮りをするとき、もう顔が画面いっぱいになっちゃうと思うんですけど、アクションカメラ GoPro でこう自撮りをすると結構背景まで広い絵で撮影ができます。なので、例えば Vlog とかで自分をこう映しながら歩いて撮影するときなんかは後ろの風景も一緒に入れられるので、そういうときにもアクションカメラは非常に便利だと思います。そしてこちらソニーのハンディカムです。はい、あんまり使ってる方はいないかなと思うんですけれども、こちら何がいいのか、はい、ズームが結構効きます。なので例えば旅系の Vlog をこれからやりたいという方で遠いもの写したい時あると思います、出てくると思います。その時に逆に GoPro で撮ってたら広角すぎて被写体がこんなちっちゃいくしか見えない場合でも、このカメラだったらズームで寄っていくので被写体を大きく写すことができます。はい、で一眼レフですね。はい、でこの一眼レフ何が一番いいのって、もうとにかく画質が綺麗です。もう本当に綺麗です、全然違います。で最近 YouTuber さんでもミラーレス一眼で撮影をされてるっていう方が多くなってきたんですけれども、まあ画質がいいですね。はい、なので画質にこだわりたい方はミラーレス一眼レフをおすすめしています。で一眼レフなんで動画がメインじゃもともとなかったんですね。なのでまあ撮影、写真撮影も楽しめますし趣味の幅も広がると思います。ただ一眼レフとハンディカムってあんまり手ブレ補正が効かないんですね。はい、一眼レフなんかはレンズによってスタビライザーがついているレンズもあるんですけれども、あんまといってもねっていう程度の手ぶれなので Vlog とかにはあまり向いてないのかなと思います。最近発売されたミラーレス一眼は結構手ぶれ補正効くよっていうのも出てきたので、そういうのは別なんですけれども、まあ、標準でついてないものとかはほとんど手ぶれ補正ないと思った方がいいと思います。なのでこういう話す系、トーク系の撮影をするときなんかはいいと思うんですけれども、 Vlog をやったりするときは、さっきこれズームができていいと言ったんですけれども、できればあの通常は GoPro で撮影してトークを撮りたいときだけちょっと出してこれ使うくらいの方がいいと思います。はい、最後にカメラの価格についてちらっとお話したいと思います。まずスマートフォンは皆さん持っているものを使えばいいと思うので新たにお金をかける必要はないと思います。はい、で GoPro ですね。 GoPro は、Amazon で多分7万6、7万くらいで買えたと思います。ただ GoPro って新しいものがどん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 出るんですね。なので例えば、GoPro10 が出たタイミングを待てば9がちょっと値下がりするなんてこともありますので、購入するタイミングは考えた方がいいと思います。はい、で今最近10が出始めたんですが、そのおかげで8あたりがだいぶ値下がりをしていると思いますので、とりあえず新しいものを欲しいのは分かるんですけれども、古いものでも GoPro 結構性能いいので、まあ、8以上8、9、10あたりであれば問題ないと思いますので、どれを選ぶかはご予算と相談してみてください。はい、
でこちらのハンディカムと一眼レフ、まあ言ってしまえば値段はピンキリです。はい、このハンディカムなんて安いものだと1万後半から買えるものもあります。はい、一眼レフもだいたい5万くらいから買えるものもあります。ただやっぱり安いものは安いなりって言ったらあれですけど、性能はあんまり良くないっていうのがあります。で安いと画質が悪いっていうのもあります。なのでちょっとケチって5、6万の安いものを買うのであれば、最初はスマートフォンで始めて、で、あ、いいな、これいけるな、お金貯まってきたなってなったら、まあ、15、6万から、まあ、いいのだと30万くらいのがありますので、その辺を狙っていった方がいいのではないかと思います。なので最初に中途半端な機材を揃えるっていうくらいであれば、まずスマートフォンでスタートして、ゆくゆくはいいカメラで撮影をするっていうのがベストなのではないかなと思います。 YouTube 始めるのをどうしたらいいかわからないっていう方は結構いらっしゃると思うんですけれども、とりあえずやってみないと始まりませんので、まずはどういう動画を作りたいのか、どういうコンテンツを上げていきたいのかっていうのを考えて、持っている自分のスマートフォンでとりあえず始めてみるのが良いかと思います。少しでも参考になれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。